はい。週末に予定は何か終わりですか？いえ。もしよろしければ二人だけでゆっくり話したいことがあるんですが。結婚のお話よ。結婚を前提にお付き合いしたいってそういうお話よ。間違いないだろ。そんなこと急に言われても。どうかしら。そうじゃん、きっと。はい、いってらっしゃい。行きます。レイちゃん、斉藤先生と笛子のことで桜子の胸の内はざわついていました。こんにちは。こんにちは。楽譜と本、この前ありがとう。あれすごい役に立っとるで。あ、そう。あのさ、この前君のお姉さん見たんだ。桃子さん、名古屋の歌いの会で。そう。それでちょっと気になったんだけど。その夜、川原の勤める銀行が主催する歌いの会があり、辰彦は取引先として金谷拓司と共に川原の家に行ったというのです。出なさい。はい。こんなん言ってよかったかな。ごめん。うん、ありがとう。じゃあ。帰ろうとして一度は家に向きかけていた足が駅の方に向かいました。桃子に会おう、桃子に会わなければいけない、そう桜子は思いました。いらっしゃいませ。メニューです。後でお水お持ちします。ブラームスですね。は？僕の好きな曲です。いいお店ですね、ここ。はい。いや、この人形はどういう仕組みなのか気になってしまって。
水です。よかった、間に合いました。まあ、あの、実はですね。はい。この前おじい様の徳次郎さんからお話がありまして。その笛子さんを、その交際相手というか、その配偶者としてどう思うかと。はい。僕としてはですね。僕はお答えしました。笛子さんはとてもいい人ですと。はい。なんというか、その、僕は笛子さんは立派な方です。本当にいい人だとは思うんですが、その、もういいです。お気持ちは分かりました。申し訳ないです。お気になさらないでください。あ、何注文しましょうか。他に好きな人がいるんです。そうですか。桜子さんです。え、桜子さんが好きなんです。僕は彼女を尊敬しています。まっすぐで、やることにためらいがない、曇りがない、本当に素敵な女性だと思います。ごめんください、桃姉ちゃんおりますか。桃姉ちゃん、桃姉ちゃん、さくらちゃん、また掃除したの。そうよ、毎日のことだもん。もも姉ちゃん大丈夫な。大丈夫って何が。川原さんに乱暴されとるんじゃないの。ねえ、違うの。そんなことないよ、突然何言うの。早く番下の支度せんと。あの人帰ってきた時に食事ができとらんと機嫌が悪いで。はい、意見はおいだってあの人が。帰ろう。どこで何しとったの。ももちゃん、
おばさんが急病で倒れたって川原さんに駆け置きして出てきた。は？一体どういうこと？本当に桜子の言う通りなの？川原さんに暴力を振るわれたの？見ればわかるじゃん。こんなあざもできとるし、それにこんなに疲れとるじゃん。ももちゃんに聞かなきゃわからんわ。夫婦のことは旗から見ただけじゃ。どうなの、ももちゃん？あの人は時間通りにご飯が出てくることや廊下にゴミが落ちとらんことが何よりも大事な人だで。甘ったれちゃダメよ、桃子。結婚したらきちんと家事をするのは当たり前なんだで。それを少しぐらい大変だからって根を上げてうちに戻ってくるようじゃ覚悟が足りんわ。姉ちゃん、私名古屋に帰ります。どうして？笛姉ちゃんの言う通りよ。結婚しとるんだもん、いろんなこと我慢しんと。それにね、さくらちゃん、私はさくらちゃんの夢を応援してあげたいの。もしかして私の学費のために無理しとるの？もも姉ちゃん、ほだったらやめて。さくらちゃん、笛姉ちゃんお願い、川原さんが来ても絶対に桃姉ちゃん渡さんで。私桃姉ちゃんを踏み台にしてまで音楽学校になんか行きたあない。そんくらいなら諦めた方がマシだわ。桜子、本気なの？桃子のために音楽を諦めてもいいの？こんばんは、川原ですが、ごめんください。こんばんは、こんばんは。川原が来ました。桃子にとってもこんばんは、そして桜子にとってもこの夜は運命の決まる夜になりそうでした。